こんばんは。今日はね、一人なんですけど、ちょっとツイッターで僕が炎上している件について話させてもらいたいと思います。率直に思うところは、まずそのたくまさんに今回チケットを用意してもらったんですけど、それが僕がいるって言ったんですけど、それで僕が行けなくて本当に申し訳ありました。一応乗る予定をしていたその新幹線がに僕は乗り遅れてしまって、でその新幹線は1時間に1本とかなんですけど、その乗り遅れちゃったことで2時間遅れるぐらいになっちゃって、それで間に合いませんでした。でも、もちろん応援している気持ちは僕の中では変わらないですし、ぶっちゃけその試合内容を見たりとかして、ちょっともうちょっと僕が手伝えることはあったのかなって思いましたね。リュウドさんに対してね、ブレイキングダウンないんですかね。その時に、僕が足の靭帯をちょっと怪我してしまいまして、で2週間ちょっと丸々動けない時もあったりとかして、でまだ今でもこう1ヶ月経つぐらいなんですけど、まだ痛くてちょっと動きは確かに良くないんですよね。軽くそのランニングとかもちろんできるぐらいな程度なんで、今は。こうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないっていうのは僕の口から伝えれたのかなとは思いますね。そこはちょっと結構悔いが残ります。それでその拓磨さんに、この僕がこう思うことをこうバーッとも何行も何行も書いてこう送らせてもらって、その拓磨さんがこうアドバイスとかいただいたんですけど、それがやっぱそのファン目線の意見をいただいて、そのやっぱりファンの方が見るのってやっぱ SNS とか、試合会場とかがほとんどでね、練習行ってても遊んでました。で遊んでるとこだけ乗っける、じゃあちょっとやっぱり遊んでるやつなんだなみたいな感じのに多分皆さんなっちゃうと思うんで、やっぱそこら辺の SNS の何て言うんやろうな、その皆さんに発信する仕方をちょっと変えていこうかなっていうふうにも思いましたね。で、その僕もその地味にやっぱり「お前遊んでんだろ」みたいなことをこう DM とかいただくと、やっぱりちょっと「いやいや練習しとるから」みたいな、ちょっとこう腹立っちゃってる、やっぱ自分もいるんですよね。メンタルがちょっと来てる部分もあるんですよ。でやっぱそのきつくこうそのコメントに対して返信したりとかもしちゃったりすることもあるんですよね。なんでその SNS の発信で、毎日練習行ったら何か上げてみるとかっていう、その自分の見せ方を、ちょっと面白くないかもしれないですけど、格闘家っぽい SNS にしていこうかなとは思ってます。それでぶっちゃけの話ですけど、その拓磨さんに「今日行けないんです、今日その行けませんでした」って言ったら「飲んでたんだろう」って言われたんですけど、まず僕飲んでないんで、その日の前ね、その飲んでないんですけど、やっぱ飲んでんだろってこう身内から思われるってことは、やっぱりそういうふうに SNS とかでやっぱ発信してるからそういうふうに思われちゃうんだなっていうのも感じたし、ちょっとやっぱ苦しい部分はありますね。でそれやっぱちょっと炎上し、拓磨さんが言ったことに、拓磨さんも多分フラストレーションすごい溜まってたんです、僕に対して。練習行ってねくせにこいつ飲み歩いてばっかりぐらいに多分思ったんですよね。だから多分そう思われてるから、多分今回のこの炎上が多分起きたと思うんですけど、そういう小さいことから防いでいって、ちょっと格闘家の僕を見せれたらいいなと思います。その拓磨さんとかにも、ファンの方々とかにもね。1年チャレンジもちろん始まった時からお世話になってますし、僕がその朝倉未来チャレンジに選ばれたのも拓磨さんのおかげっていう説も、説というか、そうなんですけど、そういうのもあるんで、その拓磨さんにやっぱ勘違いされたままでは僕ちょっとさすがにきついんで、頑張っていくしかないですね。拓磨さん、ほんまにちょっとありがとうございます。ちょっとやねえな、拓磨さん本当にお世話になってます。本当ありがとうございます。いろんな方々からこういろんな DM をいただいたりとかして、そう賛否両論ももちろんありますけどね、意図があるんでしょって言ってくださる方もいたり、本人しか分からないって言われる方もいたり、お前クソやなとか普通にしねえみたいな感じもきますけど、
まあその皆さんにその心配かけないようなって言ったらおかしいですけど、うん、その落とされるようなことをかけられるんじゃなくて、あげてもらえるような言葉をかけてもらえるように僕もちょっと意識変えていこうかなと思います。でまずその僕の今後のこの前その雷神に負けたんですけど、今後のそのプロ戦についてはそのそろそろ試合しろよっていう声も多いんで、ブレイキングダウンじゃなくてみたいな声も多いんで、まあ、とりあえずまず原点のまあディープからね、あのやり直してまた上目指せたらなとは思ってますね。これからもね、あの、まあ、ちょっと勘違いされやすいというか、まあ確かに言動も、まあ、行動だけ見たら僕がもちろん悪いんですけど、まあそのこれからも僕はもう頑張るしかないんで、応援してください。お願いします。